どうもこんにちは、三浦です。前回は敵の本拠地のマザーシップを撃退してバラバラだった地球がちょっと戻ったっていう感じなんですけど、こんな感じでマザーシップをどんどん撃退していけば地球が元通りになるのかな。ニンニン、ミッション開始でござるな。このエリアはヘクトルによる攻撃を受けています。なんだこいつは、銀色のロボットか。この二足歩行の巨大ロボットはヘクトル、フォーリナーの侵略兵器です。遠距離からの射撃に気をつけてください。うわー、なんかすごい発見されました。顔真っ赤になったね。羊の敵、海賊の力を見せてやるぜ。わあ、そういうことか。ってことは近づいた方がいいのかな。あ、倒れた。あれやっつけた、もしかして。弱っ。一体だけじゃないのか。次だ。作戦がなっとらんのだよ。痛いで、戦い方を教えちゃるよ。みたいだ。うわ、使っちまうか。誇りを見せな、ブラックスカール。では次だ。強い。海賊の力を見せてやるぜ。よーし、た。大勝利です。ふい、こいつらマジでやばいね。出演してやってもいいか。それでマザーシップは割とすぐこの先。でもね、マジでやばいよ。今のと比べ物になんないくらいいっぱいヘクトルがいるらしいわけ。ヘクトルの大部隊か。それはマジでやばいな。コマンダー、私に考えがあります。後ほど相談しましょう。ニンニン、ミッション開始でござるな。バレット1、二等装甲兵センサーだ。強力な装甲を持つヘクトルの大部隊を倒すにはこちらも重装甲を持った味方が必要です。そこで彼を招集しました。ヨロバレットワン。ふん。うわ、無視下げっぽよ。まあ彼の実力は確かです。必ずや貴重な戦力になるはずです。充填。このミッションの目的は敵の殲滅です。了解。赤いアリンコ初めて出たわ。ご勝でござる、ご勝でござる。バレスちゃん、ちゃん、ずいぶんあの戦術士官殿に信頼されてるみたいじゃん。二人はどういう関係。あんたさ、そんなんじゃ友達できないよ。ふん、友が欲しくて戦っているんじゃない。あ、ふん、察しました。でご勝でござる、ご勝でござる。あ、噛まれてる。うわぁ、この地味なダメージいつまで続くの。疲れたでござる。戦い方を教えちゃるよ。悪いね。なるようになる。悪いね。敵が来ます。増援か。おいおい、増援ってレベルじゃねえぞ。
つらみ、秒で死ねるわ。すげえ数だねこれ。難易度下げません、コマンダー。どうしよう。うわあ、もう来てた。助け立ちでござる。つくったでござる。エアセイ。素晴らしいチームですね。さすがですね。ご賞でござる。ご覚悟を召されよ。忍法転生ときくない。なあバレットは、多少のコミュニケーションは必要だと思わないか。ほら、EDF は仲間を見捨てないって言うだろ。まずはコミュニケーションで仲間としての絆を。俺は仲間が倒れても助けには行かない。え？俺は仲間になど興味はない。作戦に必要なら利用するだけだ。そんな、しょんぼり。コマンダー、フォーゲル7はさておき、バレット1のことは私も気になっています。以前はむしろ社交的で人を避けるような性格ではなかったはずなのですが。海賊の力を見せてやるぜ。バレットは大活躍だったな。フン、エリアを離脱する。交代します。おい、どこ行くんだよ。次の作戦時には合流する。慣れ合いはしたくない。俺は一人がいいんだ。バレットワン、おのおの方、マイルでござるよ。なにこれ、めっちゃ綺麗なんだけど。見てください、フォーリナーのマザーシップです。この辺りのヘクトルはあらかた片付けたんだ。今がチャンスだな。行くぞ EDF EDF。 あ、なんかこの船から出てきてない？うわー、めっちゃキモい。無理は禁物ですよ。やっとこいつでどうだ。あいた、おやめなさいで。あ、こいつも来てた。装填中。全然気がつかなかったけど。後ろに置いた。私の番あるね。なんたる所業。うわあ、もう撃ってくる。なあバレットワン、ヘクトル大使の専門家なんだろう。俺は指示通りに動くから、どうすれば奴らに勝てるか教えてくれ。しかし俺の指示で仲間たちは。このまま何もしなかったらまたやられちゃうんだよ。女王陛下のために。さあ道を開けろ。さ
機関は誰？示談装填兵。無理は禁物ですよ。行くわ。そうしてまいる。俺の指示に従え。もう疲れたでござる。お前たち気づいているか、ヘクトルには3タイプある。粒子ガトリング砲を装備したタイプは建物に身を隠して対応しろ。プラズマキャノンを装備したタイプは長距離型だ。奴の攻撃は一撃で建物を破壊する。一気に距離を詰めて破壊するんだ。スパークランチャーは攻撃範囲が広い。着弾地点に注意しながら戦え。痛いでござる。今さらそんな情報が何だというんだ。各員集中砲火でヘクトルを倒せ。オケマリュー。築城。築城。うわ、こっちにも来てる。囲まれてる。しかも戦ってるのはこの川の中っていう逃げ道が全くないっていうな。楽勝だな。限界出力。なんでこんなところで戦っちゃったんだろう。こいつでどうだ。そこだカートリッジ。大方の敵やっつけたな。あと2体ぐらいかな。ですよ。行く。楽勝ですよ。無理だ。こいつでどうだ。それ。無理は禁物ですよ。それ。自分にお任せください。いや。この衛兵に近づくな。門上陛下。示談装填。私の番あるね。科学の力。モンタル諸行。楽勝ですよ。やっつけた。あれまだいんのか。大勝利です。やりましたね、コマンダー。バレットワン、あなたもお見事です。優秀な仲間がいたからな。やっぱり隊長が板についてるじゃん。戦いなら足元を気にするなんて無理なんだよ。お前もよくやったフォーゲルセブン。アザマル水さん、よいちまる。マザーシップが。フォーリナーのマザーシップが逃げていく。ん、なんか黒いもや出てない。なんだ、煙でも上がってるのか。マザーシップを追い出すごとにこう地球が元に戻っていくんだよね。スカートチームからの報告です。このエリア一帯の地殻が修復したそうです。バイブス上がってきた。コマンダー、よくやった。これで残りはあと4隻だ。案外あっさりと逃げ出したわね。助かりました、フォーゲルセブン、バレットワン。じゃあ私は元のチームに戻るわ。そっちも人手不足だし。俺は。あなたも来てよ、バレッちゃん。私たちずっともでしょ。な、何。ヘルメットしてても顔真っ赤なのが丸分かり。バレッちゃん顔って。だいたい一つのマザーシップを追い出すのに1時間半かかってる、これ。はい、ということでこんな調子であと4回かな、動画。そうだね、マザーシップあと4隻って言ってたんで、やっていきたいなと思います。